みなさんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチとジャパです。ジャパさんです。ちょっと拍手してみました。いやもうね、今日はちょっとすごい嬉しいことがあるんでちょっと拍手しちゃいました。ということで、はい、今日は新商品の紹介ですよ。はい、はい。ちょっとジャパさん言ってください。いいですか？はい。ドンと乗っちゃってるけどネタバレしてますが、ええクラス D テックス、はい、0.5ミリ。 <お>アンド 0.9mm が新発売にお, <っ S 2> おーすごいですねや,やっとですねやっとですよほんとに私とシーザーさん <はい S 2> でシーザートシさん琥珀さんで <laughs> <laughs> あのグラスディテクスの動画をやらさせてもらったんですけどあれが確か4年前なんですよ4年前そこから結構動画出してグラスディテクスがもうとりあえずめっちゃ切れる <はい S 2> 粒だからはということでペン粒カットマン <はい S 2> シェイクバック粒で一気にはい バーッと爆発的にもありまして、はい、ただあれですよねその時にすごいけどスポンジの厚みがもっと薄いのがあればなっていうのをもう4年前からもうその希望はもうつぶユーザーからみんな出てましたよねこの切れるラバーでもう薄いスポンジやったらもう多分カットマンとか最高なんだろうなっていう,もう声を聞いてたんでもう。 だいぶ実現しなかったんでで、はい、そうですよね半<分>もう,でそう,そうなんですよ、はい、もうやっぱあのその薄い0 5ミリとか0 9ミリというスポンジは高度な技術がやっぱりメーカーさんの方っていうか、はい、あの必要っていうことで、はい、やっぱそれを大量センサーするのは本当と難しいことなのかなっていうふうにうなかなかな、はいまあ、世界のトップ選手の,、まあ、あの特注品みたいなあの <laughs> そのぐらいでしか多分作られてないのかなみたいなぐらいの極薄感覚だったんですけど。 まさかこのタイミングでもうちょっと諦めてたところでパッと、はい、なんか出てきましたね出て,きてえしかも0.5と0.9両, <laughs> 両サイズあるっていうでね,こ,のねここの表記も新しく追加されてますよねあ,そう,あそうですね OX0.50.91.21.6 ってなったんですバリエーション豊富になりましたね <laughs> グラス GTX うわーこれはもうグラス GTX もう今までその唯一の,その弱点だとそのやっぱちょっと飛んじゃうとか、うん、やっぱ弾みすぎて 変化はすごいするんだけどちょっと飛んじゃうんだよねっていう話がやっぱ多かったですのでそう思うと結構やばいですよね変化と安定感の両立求めたような感じですよね何を隠すと自分がユーザーなんですよグラスはいそうですよねグラスにして結局これ使っちゃったほかの粒がどうしても使えなくなってしまうってい魔性のラバーなんですけどこれ僕使い続けてでまあ僕はカットじゃないので OX ずっと使ってたんですけど まあ実際使ったんですけど、はい、まあ一言で言ってしまえば、はい、使いやすくなったグラスですよ <laughs> その辺はそうですねはいそうですねまけどまあただそれをみんな望んでたっていうところで特にあれですねやっぱカットマンですよね,そうですねおすすめは、はい、のバック粒張っているカットマンで、はい、グラステ GTX1.2 だとすごく切れるけどちょっと とそそのそんな何ですか前に寄せられた時のつっつき線の時とかそうですね。ちょっとぽうふわってなってしまうっていう方も多かったのでつきしにくい粒はい、そうですプラス点二ミリちょっと厚いそのですね。それちょっとやっぱ絶望ふわんっていっちゃうんですけどそれは私の使った感じだとこれ零点五とかもうとビタッて低く入るんでいけますね。これは面白いなと思いましたその弱点だったそのふわっていうのがあまりなかったんででしかもカットはちゃんとその薄いスポンジなんで。はい。 ガツッとこう切った時はもうやばい切り方してたんでもうカットマンにとりあえず一番使ってもらいたいかなっていうふうに私そうですねまあミリスポンジが厚いっていうので諦めてたカットマンの人がやっぱりもう5万といるのでそうですよねもうそういう人たちは本当に待ち望んでたで、ね、そうですよね,すねやっぱりカットマンでつぶたかで OX ってなかなか難しい難しいですねのではい。でも薄いスポンジがいい、はい、でもないっていうだから <laughs> 苦しい状況だったと思うんですけど、はい、あれですよ実際多かったですよ はい、ですよ、ね。もう仕方なしに O. X. 使ってる人だったん。はい、そうです。か、仕方なし一点二を弾むけど、我慢して。はい、頑張って抑え、抑え、抑えようって。してた方が多かったですね。まあ、もちろん、あの、はい、前人でもいいと思いますよ。まあ、そうですよね。シ、はい、ェイクバック粒とかです、ね。あのー、ペン粒とかですね。スポンジ入って。はい。はい、まあ、一般的に思うのは弾みが出ると思うんですけど。そうですね。零点に関しては。あの O. X. よりも。むしろブロック止まるような。印象も受けたので。お何ですか。い。 食いい込んでが抑えられるたなるじでやっぱり o x っていうのはダイレクトにこう、そうですね。木に当たり、コンってこう。で、ラバーそのものの反発も強いんで、結構飛ばされちゃうんですけど、0.5にした方が、むしろ安定した返球。距離感さえつかめば、もう安定して、もう吸収して安定して入り続けるみたいな感じですかね。なるほど。カットマンだけじゃなく、全人でちょっとグラス、やっぱり。 使ったなっていう人もうそうですね。ちょっとと安定しなかったっていう方にも安定性を求めるためにっていうことででまあもちろんですね前日に関しては OX が利点多いんですけどまあそうですねただグラスに関してはまあそこをちょっと一旦無視してもらって0.5試してもらうっていうのもいいと思います,すまあそんなところですかねはいまあこれも調査動画いずれ出いそうですね調査動画いずれ出しますのでこのグラス e クスの0 5ミリと0 9ミリですね <はい S 2> あと離れグラスから離れた人もまた改めて チャレンジしてもらいたいですね。そうですね。はい、確かに。そうですね。そんなところですかね。はい、今日ははい。じゃあ皆さんのお持ちもお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。